ちー、すみおじゅりです。今日はレコーディングに密着していきたいと思いますすごい見られると思ったらミフィのせいだった本日レコーディングするのはアドバンテージフューチャーです。多分ね、知らない人もたくさんいると思うんですけど、今日は私が所属しているシルゴグリンコの新曲の本レコーディングです。レコーディングするときさ、ヘッドホンするからさ、髪巻いてもね取れちゃうから、今日はノーセットというか内巻きというかです。ちなみに今回の動画はこっちのジュリが喋ったりこっちのジュリが喋ったりするので、頑張って聞き分けてください。で、あとね、今は顔映ってるんだけど、なぜか知らないけど、どんどん画面がね、やっぱ早送りしてみたらわかるけど、どんどん下がってきてて、最後ら辺はもう一切映ってないです。ご了承ください。実はね、この動画ね、1時間半ぐらいね素材が撮ってやったんだけど、本当にね、これといったねハイライトがなくて、もう常にずっとこうやって踊りながら歌ってるだけで、カットしたらもう全然なくなっちゃった。こうやって急に動き出すところが、まあそれぐらいしか見どころないですだからリアルなレコーディング風景みたいなのをちょっと見ていただけると嬉しいです。これは豆知識なんだけど、今これ何飲んでんだろう、なんとかちゃんみたいな、ちょっと体にいいやつ飲んでるけど、歌を歌う時はやっぱ水がいいらしいよ。わあ、ミッフィーちゃんの登場だ話戻るけどね、ウーロン茶は油を流しちゃうから、喉のその歌に使えるいい油までお茶で流れちゃうから、ウーロン茶はダメらしいです。って考えると、ラーメンとかの汁あるじゃん、豚骨ラーメンの汁とかは多分喉が潤うからいいんだよ。なんかね、本番前に唐揚げとかもいいらしい。ということで、明日から私のステージドリンクは豚骨ラーメンの汁にします。嘘です。はい、お願いします。いやー、この曲はね、振り付けも担当させていただいてるんですけど、いかがですかジュリのね、いけないところはね、欲しがりだからね、すぐね、今日のライブどうだったとかね聞いちゃうところですよね。まあだってそんなん言われてもさ、いや全然ダメだったよとか言えるわけもなくね、みんなね、ちゃんと良かったよって優しく言ってくれるのが嬉しいですなんか YouTube ショートとかさ、普段の YouTube 投稿を見てくださってる方はさ、え、あなた歌うんですかとか思ったりさ、普段どんなことしてるのって思う人が多いと思うんですけど、ちょっと気になった方はぜひTwitter とかからライブ来てくださいっていうことでね、本当に見どころがなしすぎたので、徐々にカーディガンが脱げていく様子をご覧ください。いや、もう本当何回着直すのってぐらい脱げてました待って、次のカットでもうこんな脱げてんだけど、どういうこと？一生脱げてます。はい、大丈夫。はい、そしたら恒例のバキバキタイムライブ前もそうなんだけどさ、なんか歌う前はなんかこうやってバキバキしないと気が済みません。さーて、これは何をしているのでしょうか。私は自分でも何してるか分かりません。お願いします。なんかいつもさ、こういうレックのさ、裏側密着みたいなのでさ、いつもエミネムばりの指さばきとか言ってるけどさ、はい、はい、分かりました。はい、いや、ジュリー以外の他のさ、アーティストさんというかさ、みんな歌うときこうなるのかな。はい、早いですか。いや、まだ顔映ってるけど、めっちゃ下からアングルだから顔丸いな
痩せよう。いやなんかね、正月前からちょっと太っちゃったんだけど、で正月太りでちょっとだけ追い打ちかけて、まあ、1-2キロ分かんないけど、そう 1-2キロ分ね、あの この世にミオジリという存在が増えたんですよ。はい、お願いします。決してね、ただ太ったわけではなくて、あの自信という名のね、重りがごめん、さすがにちょっとバカバカしくて自分で笑ってしまったけど、まあ、このようにね、存在がちょっと増えてしまったっていうか、存在が大きくなっちゃったっていうか失礼しました、太りましたということでね、あの緊急、あなんかすごい踊ってる、ミオジュリアダイエット企画をしたいと思います。まあ特にね、何をするわけではないんだけど、何をするわけでもないんですけど、いつも通りまあスムージーを飲んで、お水をたくさん飲んで、あの体をリフレッシュできたらなみたいな多分ね、この時は多分一通りあのレックが終わって、まあなんかそのね、何回も撮るからいろんなテイクがあるわけじゃん。でどのテイクがいいんだろうねっていう話をねしてます。いやなんかめっちゃ真剣に聞いてるじゃんって思うじゃん、見直すじゃん、ジュリのことちゃんと見てて、めっちゃあくびしてるからのなんか手相気になりだしたなんかほんと自分でもね、自分の取る行動が読めないんだよね、はい、お願いします。あの手をね見れば分かる通りね、ここはこういう風に気をつけてるっていうのが全部手に出てますね、顔が映ってないことに気がついてね、ちょっと合間合間にね、あの下がって映るようにしてるんですけど、もう本当に顔が映らなくなってますね。こんにちはもうちょっと顔が薄いしさ、メイクも薄いしさ、いやメイクが薄いから顔が薄いっていうか、まあ元から顔が薄いっていうか、またあくびしてるっていうかちょっとレコーディング飽きてきたんじゃねみたいな風に思われそうだけど、いやそんなことないですから、全然そんなことないんですから同じように歌って、はい、お願いします。あ、脱いじゃいましょうか。これはね、もう結構後半戦でもうワクワクドキドキって感じでって思ったらもう終わりでした。以上、ジュリングルでしたチャンネル登録、グッドボタン、ツイッター、インスタのフォローよろしくね。はぁ、間に合ったー